パトリシア・アークエットはアメリカ合衆国イリノイ州出身の女優である。祖父はコメディアン、父、ルイス・アークエットも俳優。母親の家系はポーランドからのユダヤ系で、ホロコーストの生き残りである。姉は女優ロザンナ・アークエット、他の兄弟たち、リッチモンド、アレクシス、デイビッドも俳優である。18歳の頃から映画に出演し始める。1993年の トゥルーロマンスで一躍人気女優となる。2000年代初めは低迷していたが、2005年より、テレビドラマ、ミディアム霊能者、アリソン・デューボアに、主演、活動の場をテレビに移す。ドラマは、人気となり、彼女自身も、エミー賞主演女優賞などを受賞。2015年、6歳の僕が、大人になるまで、で、第87回アカデミー賞ほか、多数の映画賞を受賞。 また、モンテカルロテレビフェスティバルで生涯功労賞を受賞。1995年にニコラス・ケイジと結婚したが、2001年に離婚している。2006年6月に俳優のトーマス・ジェインと再婚したが、2009年1月に離婚を発表。別居宣言から数週間で復縁し、2009年7月に離婚申請を撤回した。しかし、2010年8月、 再度離婚を申請した。2011年に離婚が成立した。二人の間には2003年に誕生した娘のハーローがいる。また以前交際していたミュージシャン、ポール・ロッシュとの間にも息子エンゾがいる。ありがとうございます。